よし、今日も可愛い電車の顔を撮ってあげますよ。お、噂をしてれば楽々ピアンコが来た。ん？停止位置、よし、定時到着。よし、よし、よし。嘘だろ、運転手がガムを噛んでる。僕が運転手の証拠写真を撮って世に出せば提供料としてガッポガッポお金がもらえるぞ。堀鉄さんが特急列車の顔を撮ってんのかな。いいぞ、もっとガムを噛め。出発。よし、これで全ての証拠が揃ったぞ。あ、久しぶりに三井グリーンランド行きたいな。すいません、どうされました。撮っちゃいました。え、私ついに決定的瞬間を撮っちゃいました。撮ったというのは何を。聞いて驚かないでくださいね。あ、はい。運転士がガム噛んでたんです。え、びっくりですよね。この写真を文春に言った場合、とんでもない損害が待ってますよ。だからまあそうだな、お金で解決しませんか。どうぞ。え、怖くないんですか。そもそも運転手は眠気防止としてガムを噛むことを許されてるんですよ。許されてんの。ちなみに残念ですが、あなた逮捕されますよ。え、逮捕。とりあえず警察呼ぶのでここで待っててください。警察。え、僕をからかってるのか。警察です。どうされました。ここに来た。お疲れ様です。この人が私のことを脅迫してきました。もっと詳しく聞かせてください。運転士がガムを噛んでる写真を世に出すぞ。それが嫌ならお金で解決しようと金銭的脅迫をしてきました。あ、いや、冗談ですよ。やっちゃいましたね。え、脅迫罪の定義は相手に対する加害を告げて脅迫すること。あんたがしたことはこれにしっかり該当する。そんな詳しくは署で聞こうか。一緒にパトカー乗れ。そうだ、パトカーの顔も写真撮りますか。終わった。